スザンナ・クラークは、イギリスの小説家。諸女長編である、歴史改編 SF、ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレルでよく知られている。クラークは、仕事の合間を塗って、ジョナサン・ストレンジを1993年より、執筆を開始した。それより10年間、ジョナサン・ストレンジと同一世界観の短編を、発表し続けるが、2003年になって初めて、 ブルームズベリー出版が原稿を購入し、出版が開始され、そしてその小説はベストセラーとなった。2006年短編を収録したザ・レディス・オブ・グレース・アデュー・アザーストーリーズが出版された。それらは魔法のある英国を舞台とし、19世紀の作家であるジェーン・オースティニやチャールズ・ディケンズのパスティーュとして書かれている。ジョナサン・ストレンジとミスター・ノレルが タイトルでもあるジョナサン・ストレンジとギルバート・ノレルの二人の男たちの関係に焦点を当てている一方で、ザ・レディス・オブ・グレイス・アデュー・アンド・アザ・ストーリーズの収録作では女性たちが魔法を通している力に焦点が当てられている。クラークは1959年11月1日、イングランドのノッティンガムに生まれた。幼少期を北イングランドとスコットランドに渡る。 様々な町で過ごし、1981年に、オックスフォード大学、セントヒルダズ校で哲学と政治学、そして経済学の学士の単位を取得した。9年間クアルトパブリッシングや、ゴードン・フレーザーで出版の仕事に携わった。そして2年間イタリア・トリノや、スペイン・ビルバオで外国語教師として働いた。そして1993年に帰国してからは、 ケンブリッジにあるサイモンシャスターに雇われ、10年完了リボンの編集をしていた。クラークは最初の構想をビルバオで教師として働いていた時に練っていた。私は白チュームのようなものを見ていた、18世紀の服を着た男性がベニスのような場所で英国人の旅行者と話している。そして彼は何らかの魔術的背景、魔法、そして何か彼に不幸を及ぼす。 何かを多少かじっている、思っていると強く感じた。クラークは仕事を続けながら10年間にわたって少しずつ本書を書き進め、2004年に出版にこぎつけた。ニューヨークタイムズのベストセラーリストの3位となり、11週にわたってベストセラー入りした。2015年には本作に基づいて BBC1 で7話のリミテッドシリーズが制作、放送された。 本書は19世紀初頭、ナポレオン戦争当時のイングランドを舞台とする。本書の改変された歴史では、半人間で、汎用性であるレイヴン・キング・コトジョン・ウスク・グラスが12世紀から200年間、イングランド北部を統治した。だが、その後魔法の実践者は消滅し、純粋な知識としての研究者だけが存在している。ミスター・ノレルは、魔法の実践を復活させて、 人々に魔法の力を見せつけ、政治家の妻を死から蘇らせて、名声を得る。だが蘇った彼女や政治家の出自は、妖精の呪いにとらわれることになる。魔法を広めようとせず、魔法の書物を買い集めて、知識の独占を図る。ジョナサン・ストレンジは二人目の魔法の実践者として、現れ、ミスター・ノレルので子となり、イギリス軍に従軍して、 タイナポレオン戦争の勝利に貢献する。その後二人は他元を分かつが、ストレンジの妻も、また妖精の呪いに囚われ、ミスター・ノレルは、ストレンジの魔法書の出版を妨害する。ストレンジは、ミスター・ノレルの禁止に背き、デーブン・キングの強力な魔法を復活させて、妖精を召喚しようとする。イングランドには、イニシエの強力な魔法が蘇る。 本書は超自然的な魔法とともに19世紀のイングランドの生活の日常がきめ細かく描かれ、おびただしい脚中が補う。日本語訳は2008年にビレッジブックスから3、分冊で刊行されている。クラークは現在、SF 作家兼レビュアーである夫、コリン・グリーンランドと共に、ケンブリッジに住んでいる。彼女は、ジョナサン・ストレンジとミスター・完結の数年後に、始まり、 クラーク曰く、わずかにソーシャルスケールを落としたキャラクターを中心とした本の執筆に取り組んでいる。ありがとうございます。